ハメエンリンナは、フィンランド、タイコールハメ県の都市で同県の県庁所在地、ハメエンリンナ郡に属する。かつては、南スオミ州の州都でもあった。フィンランドの首都、ヘルシンキの北、約1 0 0トルにある。人口は66,854人で、そのうち男性が32,007人、女性が34,847人である。ハメ城13世紀に、 スウェーデン人によって築かれたハメ城が街の象徴となっている。1639年にスウェーデン国王によって検証が発行した。フィンランドで最初の鉄道は1862年、ハメエンリンナとヘルシンキの間に開通した。その時建設されたハメエンリンナ駅舎は1918年に起こったフィンランド内戦により破壊され1921年に 再建された。バナハバシーことハーメンリンナの町2009年1月1日に、周辺のハウホ、カルボラ、ラミ、レンコ、タヤロスと合併した。合併前のハーメンリンナは、面積1 8 5 1トル人口約4万8000人。フィンランズエアリアルコムンビス1.1、2011。 統計表ナンバーワン09アーカイブド2012年7月9日、アットウェブサイト、ハットブルーガイド編集部、ブルーガイドわがまま歩き40フィンランド実業の日本社、2015年、35ページ。ISBN 978から4から408060132。ありがとうございます。